こんにちは、助産院バブバブ助産師のひさこです。はい、大阪にやってまいりました。懐かしいな、ここ1年半前まで住んでた辺なんですけどね。見てこの風情のある建物、これ戦前の建物ですよ多分。こういう感じは沖縄にはないですからね、懐かしいなって思います。で寒いわ寒いわで今日はね、ここに何をしに来たかっていうと、私がもうほんまねねちゃん生まれてからお世話になりまくってるキューズベリーの抱っこひも、はい、キューズベリーのショップがねあるんですよ。ちょっとそのショップに久しぶりに突撃行ってみたいと思います。おしゃれなんですよ。頑張れんでええで、適当でええで。はい、ここがキューズベリーのショップでございます。看板もおしゃれでしょう。これ来て来て来て、この自転車、これおしゃれでしょ。はい、これ、はい、ポストおしゃれでしょ。でこのシンボルツリーも可愛いでしょ。この扉見て、この味、ねえねえねえ、これ誰が作ったんですか。誰かな、誰が作ったんですか。マーが作ったやつこれ実はね、キューズベリーってね、マークの息子のお店です。でこのキューズベリーはマークが、私の旦那さんが作りました。真心込めて手作りで、そういう思い入れのある場所なんですよ。で実際抱っこひもがほんまにいいんですよ。物もめちゃくちゃいいんですよ。だからこそこうやって紹介してるんだけどね。さあ息子マーキーに会いに行きましょう。社長ですけどね。はい、行きましょう。お邪魔します。ほら見て、並んでるよ。これ2個って新しいやつや。かわいい、かわいいですね。私が使ってるやつはないな。あ、ここでどうやらこれ YouTube も撮ってるっぽいですね。あ、こっち、あ、これ持ってる、ゼロ持ってる、持ってるかわいい、かわいいですね。どの色もかわいいですね。これが私が使ってるやつの進化バージョンかな。私この色、このデニムの色を持ってるんですけど、めちゃめちゃ使いやすいですよ。ほんまにマークが作った店やからとか、マークの息子やからとかって関係なくて、私いいものしか紹介しないんで、めっちゃいいんですよ。本当に使いやすい。もうねねちゃん今1歳1ヶ月やけど、まだまだ使うと思いますね。母子手帳ケースですね。かわいいね。これは多分 YouTube を撮ってるんやな、ここでな。こんにちは、キューズベリーの社長のマッキーですとかってやってるんですよね、ここで。きっとね、これかな、私が持ってるの。あ、違うな、これ2個やな、新しいやつや。あの1階がこうやってショップになってて、で2階上がると、あのこの抱っこひもを作ってる工場になってるらしいです。行ってみましょう。お邪魔します。こんにちは。うわ、工場になっている失礼します。あー、マッキーだー、こんにちは。沖縄からやってまいりました、助産師の久子と申します。よろしくお願いします。はるばる来たさ、うん、おいでさす意味わからんすいません、あのマークの息子なんで、ちょっとね似たような感じで外しますよね、すいませんすごい、こんなんなったんや。この2階を7月から、2021年の7月から抱っこひもを作る工場に帰って、今この3人ですごい。今作ってるのがゼロ。これゼロ？失礼します。すみません。うまっ。めっちゃうまい。ドドドド。はいよ。って後ろからこう煽ってみる。頑張れ。なんで曲がらないんでしょうね。工場長さん。見て。これ後ろからこれ YouTube 撮っても全然動じひん、かっこいいね。マッキー、これはどこの部分ですか。これがあのゼロの頭の部分、首を支える、ここそう、裏側、ほん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 、これをくるってひっくり返したら、あーほんまや、あ、ここに来るやつや。そう、あー全部一個一個手作り、すっごいね、すごくない、これ一個一個こうやって
機械じゃないですよ、人間がこうやって一つ一つ愛情を込めて。わあすごい、バラバラになるとこんな感じなんや。え、これ1日に何個ぐらいできるんですか。いや1日にも今は12本ぐらい。1日12本しかできひんの。そりゃ売り切れるわ。丁寧にやって1個のたびに検品やって。例えばエルゴとか大きい、あい大きい会社とかって1日に何本ぐらい作りはるんですか。いやすごいよ、桁違い。10本とか。ここは12本。ここは12本。エルゴは何千本とか。一本一本作って検品して。めっちゃ丁寧に。1パーツ1パーツ。あ、出来上がったやつを検品じゃなくて。じゃなくて、この1個できました、うん、枕できました、うん、縫い忘れないかなとか、糸飛びないとかないかなとか、一回一回全部。そこまでやってるとこってないでしょ。なんでそこまでやるの。この2階のキューズベリーファクトリーで作るものは一番いいものを作ろうって言って、ね、一番いいものを作ろうとか、なんかどっかで誰かが言ってたなみたいな、よう聞いてたなそういう言葉なとかでね、もうそこやね、お父さんと似てるでしょ。昔マークも こんぐらい太っとった。そうやな、一時ちょっと痩せたけどまた戻ってないか。あのよっちゃんが妊娠して、うん、で入院、切迫相談で1ヶ月入院して、うん、育児やってる時に、うん、早く食べなあかんから、うん、しかも時間もバラバラやから、うんうんうん、うわー食べて、ほんで子供残したやつ、うん、もったいない言うて食べて気がついたらお気を取りましたコロナ太りいや違うな、妊娠太りかよっちゃん、あの嫁さんね、何人目。6人すごいでしょ。沖縄やったら6人目って、あそうなんだって終わりなんだけど、大阪でやっぱ6人目ったらちょっとやっぱりえなんてって言われるよね。5人連れて USJ 行って、あそれもうどん見られろ。いやもう大変やった、うんうん、A も見られるしパパ一人で連れてるから、うん、こうや、うん、そうやな、こうこう今めっちゃ楽しいけど、うん、太ってる理由はよっちゃんが妊娠してて、入院してたりとかしててパパ一人で子供たち見てて、早食いシーン買ったら回されへんから、もう立ったままも食べて子供の残りも食べてたら5キロ太りましたっていうね。はい、ということで私ほっ本当にキューズベリーの抱っこ紐お世話になってるんですよ。今5歳のトトちゃんももうずっと使わせてもらって、でそこからまた5年、4年、5年経ってまた進化していって、でねねちゃんの時はまた進化したキューズベリーの抱っこ紐、もうほんまに今ももうリアルタイムで毎日お世話になってますからね。売り切れちゃうっていうのでね、あのバブバブでもいろんなママさんたちもう買えないと、で手に入りました久子さんみたいな話もよかったねとかってそんな話もするんですけど、キューズベリーの抱っこひもまた新しいのが出るらしいので、いい機会なのでちょっと紹介してもらいたいなというふうに思います。はい、新商品の発表です、はい、発表です。じゃーん、かわよー、これゼロチェックデニム、さっきの2階の工場で作ってたのがこの新しいやつで、うん、2階の工場ではもう最高におしゃれな柄にしようって言って、うん、これかわいいな。こんな組み合わせキューズベリーでは初めて。確かに見たことない。ブラウンとか、うん、そう、ピンク、うん、イエロー、うん、だけどデニムと磯貝チェック柄の組み合わせ で、うん、でそのチェックもちょっと見えたらかわいいな。ここね、うんうん、で背中後ろ歩いてる時もちょっとチェックが見えたらかわいいなっていうので。かわいい。自分たちの考える今できる最大限のデザインかな。かわいい。私持ってるのこれ、あの一色のデニムですもん。あれもかわいいんけどね、うん、あのシンプルですごいかわいい、あのこの色すごい好きなんやけど、いいですね。でゼロはこれ新生児ちゃんからいけるやつやね、うん、ゼロは新生児から使っていただきます。これがいつ発売。これが12月の中旬以降の発売を予定します。ちょっとつけてみていいですか。はいはい、よいしょ。後ろチラッと見える。チェックをここに持ってこようとか、あの肩紐全体に持ってこようとかっていろいろやって、うんうんうん、肩紐全体だとチェックがうるさすぎる、うん、うんうんうん、これシュッて見えるのが可愛いね。どうでしょうか。そうだね、ちょっとしたこの柄だけでもテンション上がるもんね。女子はね可愛いですね。いいね、もうこの一色人柄だけ。上では12本しかできないから12本じゃ、一つ一つパーツごとに検品して
作って1日12本こんだけ丁寧に作ってるからかな、本当に使いやすい。マッキーありがとう。いやそれは本当に嬉しくて。毎日使ってるよ。だって実際朝行って帰って夕方行って帰って毎日使ってるので、すっごく使いやすい。でもううち1歳やから入れてちょっともう家事できひんわっつったら、よいしょいって背中に背負い直しておんぶにして家事も使わせてもらってるし、おんぶにするときにシュッてできるっていうのが、ゼロはねそれできあの新生児ちゃんからのやつやからできひんねんけど、こっちはほんま中にこうくっつくから、つけて2個のデニムは赤ちゃんを入れたときに前がファスナーとボタンになってて、赤ちゃんを入れてファスナーを閉めることで360度きちっと赤ちゃんホールドすることができる。ホールドできたらモードチェンジの時、さっき言ったモードチェンジって言うんだ抱っこからおんぶから抱っこにする時に落下する可能性が下がる。これってめっちゃ重要で、育児してたらやっぱりいろんなこと考えてるからね、その時にぐるって回す時なんか、余裕で回せなあかん。そう余裕で回せんねん。これほんまに何も考えんても、もうおんぶにしようって思ったらここの後ろをこれをパコンって外すでしょ。ほんでそのまま、持ってでぐるりんちょって、これだからね誰かに手伝ってもらったりとか台とかがなくても立ったままで道端で変えれるんですよ。モードチェンジおんぶに変えたりおんぶから抱っこに変えたり自由自在にできんねんね。これめちゃくちゃ便利なんですよ。下ろしたいでも台がないからできひんとかってなって、ごめんちょっと待ってとかって普通なるんですけど、まあ、これはもうどこでもクリンクリンって一人でできるっていうのがめちゃめちゃ重宝します。2個のやり方でめっちゃいいのが、横のバックルテープをずっと伸ばしてテープの中にもう腕を入れちゃう。こっちも、はあ、だから背中つながってるから、この左手右手どっちでもいいけど左手をお腹のところに入れて、このまま、あ後ろの穴バックル外さんでできるん。そうそう、これ2個の進化か。ここがそう、私これは外してこう掴んでこうやってやってた、やってる今。でも掴んでやるっていうのを初心者、怖いよね、やっぱりね、めっちゃ怖いから、その時はさっきみたいに腕入れてこうギュッてやればいい。ならこのでもあるもん、ね、背中のバックルもつながってるからやりやすい。抱っこひも選ぶ時のね、これすごい大きなポイントになるんですよ。だから抱きやすさっていうのももちろんあるんやけど、おんぶ抱っこのこのモードチェンジっていうのは本当に第2子第3子とかになってくると特にね、おんぶ使わなあかんことってすごい増えてくる。両手使えないといけない、上の子のことしようと思ったら背中にいてもらわないといけないしとかで、本当にモードチェンジってすごい必要な場面増えるんですよ。これはめっちゃくちゃポイント高い。よう考えたね、すごいね、さすがやな。いやでもまだ僕は、抱っこひも作り大好きすぎるマッキーなんですけど、はい、知ってるそう、まだいっぱいアイデアがあって今さらにさらに試作を改良しながらやってるっていうのもあるかな。改良してる中とかいろんなアイデアをお客さんからいただいてる中で思ってるのがこのパッド。何それ。これも抱っこひもパッド使えるから、パッド抱っこひもパッド。なるほど。これはゼロヶ月から使えるから。ゼロ2個は2個目に使ってほしいからパッと大阪人やね。男性メイン、ね、で使えるかっこいい抱っこひも。かわいや、かっこいい。ここかわいなってて、ここも銀の箱押しになってて、うわでもう本当にこれはスリングなんで、肩ひも広げてで赤ちゃんを座らす、ベビーシートの中にお尻を入れて座らせる、お尻を入れて座らせる。片方の腕は脇の下に入れてあげて、このままだ。昔さ、普通に手で抱っこするっていう状況、まあ今でもそうだけど、腕だけでこうやってずっと抱っこしてたら、しんどい、腕痛い、このパッドつけるだけで重さが半減以上、ここ広がって肩全体を覆うから、普通ちっちゃい布、細い布だったらグーって食い込んでしまう、それがない。かっこいい。これすごい。これなどれぐらいの月齢の子までいけるんですか。これはもう1歳から5歳ぐらい、今うちの幼稚園の子を送り迎えするときとか、使ってる。たま
子供と遊ぶの好きで、うん、2歳とか3歳とか0歳とか連れて行くけど、うん、抱っこひも1個やりながらこうやったりもたまにする。ダブル使いできるよね。これを押しつつ背中に5つ前でこうやって、あ、ほんまや、使えるわ。本当はやりにくいんだけど、ちょっと、うんうんうん、ちょっとね、こうやってこの、あー、中に入れちゃうんや。入れといてあげて、うん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 、こっちとここで抱っこ、うんうん、こうできるわ、できるできるできる。全然推奨はしてないけど、やらなあかん時って結構ある。としこちゃんとかね、これ危ないって言われる、分かってる分かってるけどせざるを得ないやんっていう時あるもんね。それをやったらいいよね。これかっこいいわ。パパがあの車 の, あのサイドボードに入れといたりとか、普通にバッグに入れとったり、うんうんうん、ポケットに入れとったり、ちっちゃくなるもんね。これもちっちゃくて、バッグの中にリュックの中にポンって、ね、入れられる感じだね、うんうんうん、これがパッと使えるパトです。パト、これで保育園の送り迎え行ってみようかな。いや、めっちゃ楽やね。これいいな。もうこれちょっと買ってお買い上げいただきます。ありがとうございます。いいですか。ありがとう。コロナじゃなかったらめっちゃいいもん作ったんでどうですかって店に行こうかなって思う。コロナでね、遅いんでこっちから来た、うん、来へんからこっちから来たわうちの幼稚園児と1歳のねねちゃんと両方これとこれとダブルで一回やってみようか。トトとな、時にもうパトだけつけといて、うん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 、の方がいいかな。パトを、うん、先につけてからゼロ、うんうんうん、こっちから出るもの、体重を支えてる状態でやる方がまだ精神的にも安定するし、うん、体的にも楽かな、うんうん、はい。抱っこひもってやっぱ子育てグッズの中でもみんなもう絶対やっぱいるもんやし、めっちゃ検索もすると思うんですよね。でみんなやっぱ購入する。でも買ってみないとそれがいいかどうかって、実際口コミとかでいいよって聞いても実際使ってみるとやっぱ全然違ったりっていうのもありますよね。私も子育て歴23年ですけども、何本使ったかな抱っこひも。多分20本じゃくだらないですよ。もういろんなものを試してみたけど、それぞれの時代に沿ってね、あのいろんな抱っこひも、どこのメーカーさんも進化させていってるなっていうのは思うんですけど、まあ、ほんまにここ5年はもうキューズベリーしか使ってないんですよ。それぐらい物はやっぱいいと思います。あの別にほんまマークの息子やからそんな関係ないですよ。物がいいもんだからこそおすすめしたいなと、ね、1人ね、だいたいね平均4本ぐらいみんな持ってるんだって。抱っこひもってああだこうだ思いながらいろいろ買うんでしょうね。なのでその中の1本にぜひこのキューズベリーの抱っこひもね加えてもらったらいいかなというふうに思います。デニムとねチェック柄のね、でさりげなくこうやっておしゃれにこのチェックが来てね、主張せずにちょっとおしゃれみたいなね、いいですね。これがもうすぐ発売されるそうです。そして私が使ってるのはタイプ2っていう抱っこひもなんですけど、その進化バージョン、これ2個、ね、2個目に使ってねっていう2個ですね。さっきねあのマッキーの方から説明してもらったようにモードチェンジがすごく楽にできる。これも私ここ5年も、まあ、いろんな抱っこひも使ったけど、この腰ベルトのこのふわふわ感とこの肩のパッド、この分厚さがねキューズベリーの抱っこひもってね半端ないんですよ。めちゃくちゃ柔らかいんですよ。肩が凝らない、本当に疲れないんですよ。だから大柄の赤ちゃんとかでもすごいおすすめかなっていうふうに思います。ゼロと2個のその前のバージョンのタイプ2なんだけど、まあ、あの進化バージョンが2個なんですけども、両方あの使ってるんですけども、月齢のちっちゃい間はやっぱゼロがすごい使いやすかったです。で2個はこれ首座ってからやね、一応ね、っていうことで、今1歳だけどあのこれ使い続けてるし、だから長く使えるのは2個かなと。こっちは短いかなとは思います。大きくなってきたらやっぱこう安定感のある2個の方がやっぱ使いやすい、私はね。ということでこれ本当に下手したら3年4年、第2子第3子ってなったらもう10年とかっていうレベルで使い続けれるあのものかなと思います。ぜひ私この2個こっちもうめっちゃ押します。個人的には今日初めて知った、知らなかったよパトパッと使えるパトね、おしゃれです。とにかく本当に主張がなくて、でもこういうところもうなんかこだわってるよね。でこうやって革が使われてたりとかね、うん、で本当幼稚園児でも使えるって、ほんま片手でこうもう何もなしで抱っこするのすごいしんどくて、結局ママたちどうするかって言ったら、この腰骨、この腰骨をね、こうね腰をねくってこうね出してね抱っこするんですよね。これで結局ね骨盤ね歪めてしまって変な姿勢になって、ほんで体調崩すっていうのもあるんですよ。
基本子供抱く時ってだから左右の骨盤を同じようにこう荷をかけるっていうことを基本にしひんかったら、その日常のこういう癖がね体調不良を招くっていうこともあるので、このパト使ってもらったら骨盤をこうやってしなくて、ここに乗せなくて済む姿勢正した状態で抱っこ、日々の抱っこができるから、ママの体調も防いでくれるっていう効果もあるなっていうふうに思いました。私これお買い上げ買って帰りたいと思いますので、ちょっと今日明日からやな、保育園の送り迎えでも使ってみます。もう私一押しの抱っこひもです。もうキューズベリーの抱っこひもね、興味ある方は概要欄に貼っときますので、ぜひキューズベリーをね見てみてください。これ、はい、まあ、今日はマジで突然来てしまってごめんなさい。今日命の授業で大阪に来たんですよ。大阪やしな、あマッキーいるかな、行ってみるみたいなんで、ほんまに突然来てしまって申し訳なかった。あとちょっとで豊岡に行ってた。ありがとう、待っててくれて。開発でこんだけいろいろ作っていってるにもかかわらず、まだまだ新たなそのねビジョンが頭の中に浮かんでるっていうのはすごいなって、もうほんまにプロフェッショナルやなって脱帽します。頑張ってね。頑張ります、うん、本当に。でもうすぐなまた6人目生まれてくるからさ、パパも頑張れよ。で子供のやつ食べとったらどんどんボクボクいくぞ、ちょっと気付けなあかんねはい、ということで12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。